さんこんにちは。開運体質養成コーチの大島秀明です。今日の動画をご覧いただきますと、日常的にいいことをどん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 引き寄せる開運体質になる上でですね、とても重要な、日常のありようっていうものを学ぶことができますので、皆さんこの動画をご覧いただきますと開運体質にまっしぐらということになりますので、ぜひ楽しんで最後までご覧ください。この動画をご覧になったあなた、本当についてますということで、早速始めてまいります。今までですね、この開運チャンネルでは思い込みであるとか、感情であるとか、そういうものを手放すっていうワークをやってきたんですけれど、それより皆さんの身近にあって、そして皆さんの人生にとても関わりの深いですね、ありようっていうものについてここでお話ししたいんですよね。で、このありようっていうのは何なのかって言いますと、いわばですね、例えばあの人テンション高いねとか、あの人テンション低めだよねとか、日常的に使いますけれど、その人の気分の基準値みたいなもんです。ですから、まあ日常的な気分の基準値があって、そこで何か出来事が起きて、それへの反応として思い込みがバーンと現れたり、感情がバーンと現れて、感情が高ぶったり落ち込んだりっていうことが起こってくるわけですけれど、そもそもその基準値っていうものは、日常的に皆さんがですね、過ごしている周波数状態なので、とても重要なんですよね。しかも、身近でありすぎるがために、意外と皆さん気づかないことが多いんですよ。ですから、例えば客観的に見てですね、あの人いつもイライラしてるなとか、せかせかしてるなとか、いつも暗めだなとかいうのは、本人は全く自覚がないんですよ。というのは、それが普通なんで、それが普通の状態であるがために気づけないということになってますんで、これは改めて自分で客観視して、自分の基準値、ありようっていうものがどういうものかっていうのを確認していただきたいんですよね。そこで確認するチェックポイントとして、7つのチェックポイントをちょっと入れてみましたので、ちょっとご自身でチェックしてほしいんですけれど、まず一つですね、明るさです。そのありようが明るいかどうか。そして二つ目、ユーモアですね、自分のありようにユーモアがあふれているかどうか、そして三つ目、これは好奇心です。つまり、無気力な状態とかですね、落ち込んだ状態っていうのは、いろんなものにこう興味が持てないじゃないですか。ですんで、興味、いろんなものに興味を持って、ああこれなんだろう、ああこれ面白そうだなっていうのは、とても大切な、状態だと思います。そして4つ目、優しさです。で、優しさっていうのは、心にゆとりがないと出てこないので、このありようを確認していく上でとても重要になりますね。そして5つ目、お気楽さです。このお気楽さっていうと、チャランポランなイメージがありますけれど、つまり物事を深刻に捉えて、重く受け止める癖がありますと、日常からですね、ありようが重いものになってますんで、そのお気楽さっていうのがありようの中に加わると、非常に、人生が軽くなりますし、さらにいいことをこう引き寄せてきますよね。あまり物事に神経質になりがちな方っていうのは、自分がお気楽かどうかっていうのは常にチェックしていただきたいと思います。そして、6つ目ですね、これはすがすがしさです。で、よく日常のありようでですね、穏やかに見える人って いらっしゃると思うんですけれど、穏やかさっていうのは2種類ありましてね、消極性による穏やかさっていうのもあるんですよ。つまり穏やかに見えるけど単に消極的なだけとかね、そういう場合もありますんで、そこにすがすがしさがあるかどうかっていうのがポイントなんですよ。穏やかで普段対してですね、発言したり物を言わない人でも、常にすがすがしい雰囲気の人っていうのは、その人がそのすがすがしさっていう周波数を出してますんで、特に発言しなくても、場をこう
和らげると言いますかね、そういう働きがありますんで非常に大切なことになります。そして7つ目なんですけれど、これはその今まで言ってきた1つ目から6つ目までの結果として体に対する現れとしてですね、必ず起こってくるのが笑顔なんですよ。ですからまあ1つ目から6つ目まではその精神的な、ありようを表しているわけですけれど、7つ目の笑顔っていうのはその結果としてですね、形として現れてますと。つまり日常的に笑顔かどうかっていうポイントになりますよね。そこのあたりをちょっとご自身で客観的に他の人を見るみたいにですねチェックしていただいて、そして、自分のありようが例えば今暗いなと思ったら、それを手放していくこともできるんですね。だから感情とか思い込みと同じように、そのありようっていうものも気づきさえすれば手放すことができるんですね。そして手放した瞬間ですね、この理想的なありように、反転します。ですからまあこれ思考とかまあ思い込み感情もそうなんですけれど、手放すと反転するじゃないですか。でありようも同じで、今お伝えした7つのありようっていうのが自分自身にないなと気づいたポイントをですね、自分自身で手放していけば、スムーズにそこに戻ってきますよっていうことなんですよね。ですから日常的なありようって先ほど言った通り自分の基準値なので、その基準値めがけてですね、あらゆる出来事がこう起こってきますんで、これ非常に重要になります。で具体的に、手放し方は過去の動画でもご説明してますが、まず自分が暗いなと感じたらその暗さを感じてみるんですね、単純に。そして暗さを感じた時に、その暗さを感じた時に発生するその体内感覚っていうものを味わっていただきます。そしてその体内感覚を、まあひたすら観察していく。で観察していくと、あもうこれ軽くなったな、手放せそうだなっていう感覚が分かってきますので、そしたら体内感覚の場所でねこう手を握って、それをありがとうって、言いながら空床に返すというこのプロセスをありように対しても行っていただければ結構です。そしてこれもとても重要なポイントなんですけれど、こだわりや思い込みを手放す時、そしてありようを手放す時にですね、結構深刻に、真剣に一生懸命こうやりすぎちゃう人がいるんですね。つまりこういうありようじゃダメだと、手放さなきゃってこう深刻にやりすぎちゃう人がいるんですね。まあこれある意味、真面目な方なんでしょうけど、真面目すぎるとですね、真面目じめじめと言いましてですね、重くなってっちゃうんですよね。そうすると、手放しもうまくいきませんし、どん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 ありようがこう重たくなっちゃうんで、この手放すという行為もですね、できるだけお気楽に楽しんで行っていただけると、その効果っていうのがですね現れるのが早いかと思いますので、ぜひ、楽しみながらですねやっていただけるといいと思います。今日お話ししたこのありようっていうのはなかなかですね他の場所では、言っていない、ことですし、自分自身ちょっと気づきづらいですね、ちょっと地味なポイントに、思いちゃうかもしれないんですけれど、日常のありようっていうものがやっぱり現実を作っていく最も大切な部分でもありますので、ぜひ楽しんで取り組んでいただけると皆さんの人生がですねますます好転してですね、開運体質まっしぐらということになりますので、ぜひ楽しみながら、実践してみてください。ということで今日の動画がちょっとでも良かった、あるいは参考になりましたっていう方はですね、チャンネル登録していただいて、いいねボタンをグググググググッと押していただけるとありがたいです。ということで大島秀明でした。またお会いしましょう。